その他競馬レース展望です。この時間は12月22日火曜日の展望を行ってまいります。解説はスポーツ日本の桑原勲さん、進行は鈴木誠也です。 小原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま先週のそのだけ言えば、四日間開催が行われましたが、かなり寒い四日間でしたよね。そうなんですね。本当寒かったですもんね。はい。まあ、実況席も二度台ということになりまして、もう本当に喋ってても、すごく手が価値観で。そうですよね。双眼鏡の手が震えましたよね。はい、もうだんだんとね、あのメモるペンがね、はい、動かなくなってくるんですよね。この日ですよね。はい。まあ、今週はだいぶ寒さが和らぐということですので、はい、まあ、レースの完成もしやすい三日間ということになりそうです。ですね、え、なお、今週の三日間です。 が明日の火曜日そして水曜日と通常の開催よりも1時間30分繰り下げてレースを行いますのでご注意くださいそれでは明日のレースの展望に参ります明日は全部で12レース予定されています開門時間は11時45分1レースの発送遅刻は12時15分となっていますこの時間は11レースと10レース2つのレースの展望を行ってまいりますまず最初は11レースです 日高慶四場農業協同組合特別 b 1クラスの一戦出走馬十二頭です。桑原さんの印はこちらです。本命は北海道競馬から移籍初戦快勝でした。十一番の活劇大王、ここも本命にされたということですね。はい、そうですね。もう移籍初戦の前走がね、本当。自信を持ってね、乗ってるというかね、本当ち着,着彩以上にね。はい、強い内容でしたからね。うんうん もうね、着差こそ、ね、コンマ1秒差なんですけど本当、完勝と,と言えるような、ね、内容でしたから、ねはい、まあここも、ね、引き続き、ね、状態良さそうですから、うん、期待に応えてくれるんではないかと思ってますけどね、はい、北海道時代は A2 クラスでも勝利を飾っていまして、はい、三冠路線も、ね、走っていたまでですのでそうなんですよね。はい やっぱりねこのくらいの条件ならねまだまだねお釣りが来そうですからね、うん、まあ金量増にはなりますけど本当この馬角なんでねその辺なんかも心配しなくて良さそうですからねかはい。はい、そして対抗が3番名村マッチェリ jra から遺席2戦目前走は逃げて6着という成績でしたはいまあ前走はねやっぱりねあの初馬場ということもありますしねまあ。 あの負けはしましたけどそこまで気にすることはないかと思いますね、はい、まあ現にね天にはいいスピードを見せていますし、ね、あの叩かれての上積みはいそして3番で評価が1番のクールスモーキー、まあ、前走4着でしたが、活撃大王とは1秒差と差とを詰めていいたんですよねはいまあ、前走姉妹はいい足本当使いましたよね、はい、まあ今回、ね、再打内枠なんですけどこの枠もねあの味方すると思うんですよね。 やっぱり道中いかにねロスなく立ち回るかがねこの場の焦点なんでね。うん、まあこの枠なら申し分ないですよね。はい。そして4番手評価が10番ダミアンバローズ2走前に B 番勝ち前走もコンマ1秒差の2着と復走しています。はい。まあこちらもねもう常に力のあるところは見せてますからね。はい。まあただねやっぱりちょっとね気になるのがね前走がねちょっとやっぱり完敗とも言えるようなね内容だったんでね。うん、はい。 まあ、その辺がどうかと思うんですけど、まあ、ここも大崩れはないかと思います。はい、そして白三角まず2番のキックのエスペルとえ、このま前走は6着、そして入着続きが続いている間ということになります。はいまあ、どうしてもね。ちょっとコーナーコーナーでね。ちょっとあの動けないところがあるんでね。どうしてもあの届かないんですけど、はい、まあそれもこの枠ですからね。まあ、前のね。展開次第では本当にね。十分チャンスはあると思います。はい。 まあ六着でしたが三着とはコンマ一秒ということで差のないレースはしてるんですよね。そ,ねはい、そして最後の白三角は五番のエスポワールパレス。まあここ最近は中間着が続いていますね。はい。まあ本当ねもどかしいレースは続いてるんですけどね。はい、あの状態自体ね変わらず良さそうなんですよね。うん、だから本当にもう立ち回り一つだと思います。はい。 そして四番のキータイプは今回無印ここ最近三着続きですがここは印なしということなんですね、はい、そうですねちょっとね内側にねその差し馬の同型のようなタイプが揃ったんでねんその位置取りがどうなるかという点でね、はい、ちょっと評価を下げましたねはい桑原さんの印はこうなりまして、えー、続いては解明です十一レースは十一番の活撃大王を軸にして馬単表裏相手に印を入れた後頭を入れていただきました 11レース発送時刻は5時55分です。続いて一つ前の第10レースに参ります。B2 の特別戦 1400m 出走は11頭です。小原さんの印はこちらです。本命は11番の花房。 その気象は3着でしたが自己条件戦では負けなしとといいうことなんですよねはい、まあ前走にしても本当強かったですよね、はい、もう本当にねもうこの辺の条件では本当にねもう力が1枚も2枚も上手だと思います、うん、まあこの中間もねあのじっくり調整されてねあの本当に調子は良さそうなんですよね、はい、でやっぱりねあの仕掛けてからのエンジンのかかりがすごいですよね。ねはい、はい、まあこ ねちょっとねゲートにはね不安があるんですけどそれもね、うん、オーストラク引き合ってたことでまあその辺のあれも問題ないかなと思います。まあここゲート入りはいつも最後になりますもんね。そうなんですよね。はい。はい、まあもうここはねもう本当信頼していいんではないかと思いますね。と、うん、なるともうここはもう相手探しということになりそうですね。そうですね。もう本当このままねノンストップまでオープンまで行くんではないかと思ってる、はいる器なんでね。うん、はい。そして対抗がまず一番のマロンドクイーン。 まあ、この馬は B2 クラスでは中間着、まあ、四着は過去にはあるんですが、この馬を対抗にされましたね。はい、まあ、とにかく、この馬の場合はね、あの、内枠がやっぱり理想的なんですよね。はい、まあ、前走もね、着順こそ悪いんですけど、一着からこんな三秒差ですからね。そうですねほとんど差がなかったんですよね。はい、やっぱり、今回ね、最右着引き当てましたしね。あの、アンジョニア、田中騎手ですからね、はい、やっぱり、うまいことさばいて。 レンの相手にはっていいいじゃないかと思いますね、はい、そして3番手、評価が2番の三木のトビート、まあ、このまま逃げて4着、まあ、c 番時代は2着はあったんですがちょっと B2 に上がってからは苦戦が続いてますね、はい、そうです、ね、やっぱりね、タイプ的にどちらかといえばね、やっぱり行き切った方が良さそうなんですよね、あはい、まあ前走はね、まあ、控えてもそんな負けはしてないんですけどね、うん、まあこのメンバーならねあの、楽にいけそうですからね。 ま、最後しぶとく食い下がってくるんではないかと思ってます。はい、そしてその後6番のロキが4番手評価です。久々の1400メートル戦となります。はい、いまあ切れるタイプではないんでね。どうしてもね。じりじりとはなるんですけど、はい、ま、それでも最後はしっかり詰め寄ってきてますからね。うん、はい、まあ、ここならね。ある程度の専用にはなりますけど、ある程度の位置確保できそうですからね。はい、やっぱりレーン争いには欠かせないですよね。うん、そして最後の印が10番のロジーキャロール前走を追い込んで3着と全身を見せました。 はいまあ、こちらも、ね、あの涼しくなってきて本当、状態が上がってきてますよね、末足勝負ならね、まあ、このメンバーならね、花房を除けば、そう差はないと思いますし、うん、まあ今回も十分ね、あの連争には加われる一投だと思います。はい ま、8番のリードメロディは前回、えー、逃げ切りを決めて後輩と提供したまなんですが、今回無印ということなんですね。はい、まあ、そうですね。まあ、前走はね。ちょっと全てにおいてうまくいったかなという感があるんですよね。はい、まあそれだけにね。まあ、今回内側にはね同型がいますし、はい、展開的にもちょっと厳しくなりそうですからね。そういった意味でね。やっぱり無印にしましたね。はい、続いて10レース桑原さんの解明です。 ここは馬マタンで11番花草頭に相手に1番2番6番10番と合計4点を上げていただきましたまあただ11番頭ですとかなり売れそうですのでね,そうでねある程度絞っていかないといけないですよね、はい、ちょっと買い方、ね、工夫しないといけないかもしれないですねはい。まあ、オッツ低めのところは少し厚めに買って、ね、なんとか取り紙だけは閉じたいですよね、はいはい、10レースの発送時刻は5時20分です 冒頭でもお伝えしました通り園田競馬火曜日と水曜日この2日間につきましては通常よりも1時間30分時間を繰り下げで開催ということになりますそして木曜日は通常開催となります開門時間は午前10時となります時間の間違いないようにお願いいたしますそして水曜日には兵庫ゴールドトロフィーが行われまして、はい、またこれが豪華なメンバー揃ったんですよねそうなんですよね本当に面白いメンバーになりましたよねはい まあ、特にことしはいろいろと競馬界だね記録ずくめなんで今回、ね、このタイトル地方馬一度も勝ててないんですよね、そういった意味もあって、ねまあ、今回、地方馬の台頭に。 あるんではないかとね、心の中で思ってるんですよね。はい。まあ注目はなんといっても一番に入ったサロルン。はい、現在7700クスヌクシの勝ち馬なんですけども、ね、はい、いいとこ入りましたよね。そうなんですよね。いやもう前走がね、あの初めての競馬であんなレースができるんだなって、ねはい、っ本当に素質が高いと思いましたね。うん、まあ軽量52キロで赤岡騎手ということで注目が集まります。すね、はい。なお兵庫ゴールドトロフィーは水曜日の6レース3時45分に組まれています。どうぞご注意ください。 この時間の解説はスポーツニッポンの小原勲さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そのだけではご覧の日程で開催が行われます。火曜と水曜日は1時間30分、時間を振り下げてレースを開催いたします。ご注意ください。24日は通常開催です。今週もそのだけではお楽しみください。